ハン・メグミは、日本の声優、女優、東京都出身、アトミック・モンキー所属。本名は、ハン・メグミ。日本大学桜岡高等学校卒業。2012年3月に、日本大学芸術学部演劇学科を卒業。声優、女優、西洋線聖術師のハン・稽古は実母。2008年、映画、桜の園の一般公募を経て、 日本大学芸術学部演劇学科在学中に和田春香役で女優デビュー。2011年日本テレビ系のテレビアニメハンター・ハンターの主人公ゴンイコールフリークス役に抜擢され声優デビュー。オーディションでは100人を超す参加者の中からスタッフの満場一致で選ばれた。2014年ハピネスチャージブリキュアで白雪姫キュアプリンセス役に起用される。 共演者の中には大学の同級生でもある、長せみきが出演している。2017年第11回声優アワードで助演女優賞を受賞する。声優としてのデビュー作である、ハンター・ハンターの原作は、小学生の頃に、ハンが初めて小遣いで買った漫画で、アニメも毎回見て、グッズも持っているほどのファンであり、記者会見では歓喜は待って、涙を流した。 オーディションでは、主演をもらえるとは思っておらず、早くでいいから引っかかってほしい、ぐらいの期待だったという。子供の頃から好きだった作品の主演を務めるという、夢のような事態に、番組開始から3年以上経った2014年時点になっても、現実感を持てないことがあり、ずっと私、眠ってるんじゃ、夢を見てるんじゃないかと語っている。ラジオ、半恵み、伊勢マリアのハンター。 ハンター・ハンター・スタジオにおける愛称はグミタンである。2011年10月9日の第1回目の放送で決定した。趣味は歌詞作り。料理教室に通っていた時期もある。カラオケも趣味で、いわゆる人からを好む。友達とカラオケに行っても、別々に部屋を借りてそれぞれ人からするという。声優の半稽古の娘であり、両親の離婚により、 母子家庭で育った。その頃、母親の稽古は第一線で活躍していた売れっ子声優であり、母が出演していたテレビアニメを家のテレビで見ていると、台所から稽古の声が聞こえてくるのに、テレビからも母親の声が聞こえてくるという環境であったため、その光景は子供心ながらに少々異様な環境だったと感じていたようである。稽古を通して、 声優という職業を知り憧れもあったが、母親が声優だから自分もなるというのは違うんじゃないかと思い始め、声優になりたいという願望を明かすことは長くできなかった。稽古に内緒で金を貯めて演劇のワークショップに通っていたこともあったが、稽古を交えての高校の三者面談の席で日芸に行きたいと発言し、この場で声優、演技の道に進みたいことを明かした。 稽古からは反対はされなかったが、大賛成でもなかったとのことで、道は自分で切り開きなさいとの胸のことを言われたという。その後、アニメ、ハンター・ハンターの第1作目などの作品を見るうち徐々に、母親と関係のない部分でも好きだとわかるようになったという。自らが主演となった第2作目のアニメ、ハンター・ハンターでは、ゴンの母親代わりであるミトを稽古が演じており、 母子共演となった。この親子共演にあたり、稽古から自宅で演技指導を受けるという一幕があったという。2013年の映画、キャリーの吹き替えにおいても母子のキャラクターを実際の母子で演じた。ハンター・ハンターで共演した長井一郎は稽古と窮地の中であり、稽古のことについて、藩に対し、あなたは、あなた。たとえ何があっても、 続けていくようにと激励した。稽古はこの言葉について、母親のプレッシャーは跳ねのけなさい。ということだったのかな感慨深いものがありますと語っている。2013年の映画、キャリーの日本語吹き替え版では、稽古がオリジナル版の吹き替えで演じた、キャリー役で出演し、さらに稽古も、キャリーの母親役で出演する母子共演となった。 2014年に放送された、機動戦士、ガンダムの公式パロディアニメ、ガンダム3では、ケイコがオリジナルで演じていたキャラクターのララースンを演じ、稽古もナレーションで出演する母子共演作となった。幼少期には、稽古が出演していた特撮テレビドラマ、モエロ、ロボコンの最終話に亀を出演している。ふとじはメインキャラクター。 担当女優映画、ドラマアニメはインターネット配信。ありがとうございます。